皆さん、こんにちは。AWS AI Week for Developers へようこそ。私は本日の司会進行の Amazon Web Service Japan 合同会社機械学習ソリューションアーキテクトの宇都宮と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。昨日から3日間にわたって今話題の AI、特に生成系 AI についてじっくり学んでいただけるような12個のセクションを設けました。初学者の方にもすでに AI を組み込んだサービスを実装開発しておられる方々にも幅広い皆様にお楽しみいただけるように構成しています。またテクノロジーの解説だけではなく、実際に AI を組み込んだサービスを開発し展開されているお客様の事例も合わせてご紹介いたします。昨日は特に AI について勉強を始めたばかりの皆様に向けたセッションを主にお届けしてまいりましたけれども、本日2日目、実際にですね、AI をサービスに組み込まれたお客様の3つの事例をご紹介いただければと思っています。まず最初は、Amazon のテレビ CM にも採用されたお米の銘柄判定の AI 開発秘話と題しまして、株式会社川町ライス取締役川村浩人様、株式会社ヘプテゴン代表取締役立花拓也様にお話しいただきます。なお、川村様は動画でのご登壇となります。立花様、こんにちは。こんにちは。どうも、本日はご登壇ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。この、Amazon のテレビ CM にも採用されたお米の銘柄判定、私も少し拝見しましたけれども、AI でお米の銘柄を判定するってすごく難しそうな、技術だなと思うので、非常に今日のご登壇楽しみにしております。では、早速ですね、ご登壇いただければと思います。それではセッションどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、セッションを始めさせていただきたいと思います。ヘプタゴン立花と申します。私からは、Amazon のテレビ CM にも採用されたお米の銘柄判定 AI の開発秘話と題しまして、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず、簡単な自己紹介させていただきます。立花と申しまして、青森出身で、現在も青森に住んでおります。ヘプタゴンって会社をやっておりまして、主に AWS のインテグレーションを中心に事業をしております。私個人としては、AWS アンバサダーであったりだとか、トップエンジニアにここ3年ほど認定いただいております。好きな AWS サービスは、AWS IoT でして、クラウドとリヤードをつなぐサービスというところで、案件にも実際使ったりしていて、非常に、重宝しているサービスとなっております。我々の会社の紹介を簡単にさせてください。ヘプタゴンという会社は、顔を知らない100万人の幸せよりも、自分たちの身近な100人をテクノロジーで幸せに、を会社の理念としておりまして、我々メンバーのほとんどが東北地方出身在住のメンバーですので、主に東北地方の案件、東北地方中小企業の案件を行っております。案件ベースでいうと9割以上が地方の案件でして、これまで100社300以上のプロジェクトを AWS 上で稼働させてまいりました。本日はその中でも、川町ライス様と一緒に取り組んだお米の AI のお話をさせていただければと思います。まずはこちらの CM、ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、ちょっと見ていただければと思います。アマゾンは欠かせない存在だと思ってます。クラウドを活用した米の銘柄判定のアプリ開発や、お客様の信頼が高い決済方法で美味しいお米の価値を伝えていって、未来に残せる米作りを目指していきたいです。今、ご覧いただいた CM が、つい先日までです、Amazon の CM として、テレビ CM、YouTube CM として流れていました。川町ライス様なんですけれども、青森に本社を置かれている、創業90年になるお米の流通業者様です。
で本日は、前半部分では川町ライス様から、今回のプロジェクトの概要であったりだとか、経緯をお話しいただきまして、後半部分のパートでは私の方から技術的なお話ができればと思っております。で川町ライス様は本日、青森の稲刈りの、最中でございますので、動画での出演となります。じゃあ、再生させていただきたいと思います。被害者川町ライスの川村です。この度は、現地に行けず、青森から、収録という形ではございますが、ライスタグの件についてお話しさせていただきたいと思います。ちなみに僕の後ろに映っているのは、今年の秋の青森県の津軽平野の画像です。絶賛稲刈り中で、本当は現地で皆さんお話ししたかったんですが、このような形で、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ実際続きまして、川村様から実際の事業に関してお話の動画を流させていただきたいと思います。ここからは画面を共有させていただいて、我々の会社の取り組みやライスタグプロジェクトについて説明させていただきます。はい。我々の会社は、青森県、秋田県、岩手県で、お米の収穫、検査、保管、主に流通に携わる、部分の商売をしている会社になります。1932年設立で、創業は91年の会社になります。川町ライスは産地プラットフォーム米穀卸として生産から消費までの米流通を総合的にコーディネートする会社になります。公正な農産物検査を徹底し、全国各地へ美味しいお米をお届けするということをモットーに、売り手によし、買い手によし、社会によしの三方よしのライスビジネスを追求しております。すべては米から始まるというキーワードのもとに、太陽化が進む現代食文化の中で、世界に誇れる日本の食材、お米を生産者の情熱やメッセージとともに一緒にお届けするということを社員一同みんなで目指してやっております。右の写真にあるように、生産、我々の会社もお米のついに栽培を始めましたが、生産から、精米、加工ですね、商品化をして、最後消費者の方までお届けするという一連の流れを、行っている会社になります。我々の会社が、流通上どういう立ち位置になるかといいますと、左の方から、生産者、あとは、仲買人さん、一時収穫業者。こちらは主に産地で、商売をしている方々ですが、そのできたお米を、まず我々が検査、農産物検査法というもとに、法に基づいて検査を行い、さらに保管、流通、さらには産地での生産支援。我々も栽培を始めておりますが、生産、あとは商品開発、最後消費者に届けるというところまでを一括して行っている会社になります。で、その先、全国の商社、米国卸、小売店、一般消費者に届けていくという、まさに、プラットフォーム、生産者から消費者までをつなぐようなお仕事を一括してやらせていただいております。はい。そういうわけで、我々は本当にお米を、キーワードに、様々な取り組みをさせていただいておりますが、その中で、今回ご紹介させていただくライスタグというものはですね、先ほど、流通の過程上検査というものを我々の会社がやっていると、説明させていただきましたが、その検査に、フォーカスした、プロジェクトになります。で、どういう検査かと言いますと、我々は農産物検査法という法律に基づいて、米の検査を行っております。
品位、いわゆる等級ですね。1等、2等、3等、規格外というふうに、お米の品質を見て、等級をつける検査と、あとは銘柄判定というふうに、日本全国には様々な品種がありますが、その品種を、検査員が現状目視で、判別して、例えば青森であれば青天の霹靂、秋田県であれば秋田小町、新潟県であれば魚沼のコシヒカリみたいに、各県の検査員は目視でパッと米粒を見ただけで銘柄を判定できるように、まあもちろん、研修を受けてテストに合格しなければ、まあそういう検査員の資格というのは取れないんですが、まあ今回はその目視で今までやっていた銘柄判定を目視でできるのであれば、人間の目でできるのであれば、画像判定、まあ、AI を使った画像判定で判別できるんじゃないかというところから、着想を得まして、開発している、プロジェクトになります。で、まあ、画像の通り、左の方に映ってますが、我々のポイントとしては、なんて言うんでしょう。かなり高級な機械を、導入して、銘柄を判定するっていうことではなく、まあ皆さんお持ちのスマホ1台でパッと写真を撮るだけで判定できるっていうものを目指して今開発を行っております。まあ、いわゆるお米の AI 銘柄判定機というものをヘプタゴンさんと一緒に開発を取り組んでおります。開発の経緯ですが、2018年にまあ我々がちょっとご縁をいただきまして、まあ AI に関してこう触れるようなイベントに参加いたしまして、まあそこでライスタグ、銘柄判定を AI でできないかというアイディアが誕生し、かれこれ今5年経っておりますが、その2018年の翌年に、地元で活躍されているヘプタゴンさんと、一緒に開発、研究をしていくということで契約をさせていただいております。ヘプタゴンさんも本当に地元青森県で様々な取り組みをされていて、まあ、新聞やメディアなんかでも拝見させていただいておりまして、ご相談させていただいたという経緯でございます。そこから青森県のまずは銘柄を AI で検証していくというプロジェクトが始まりまして、サンプルの収集、選別、撮影、画像データ化など、結構四苦八苦しながら、地道にやってまいりました。で、まあ、一つ開発していく中で、ネックだったところといたしましては、やはりコストをいかに抑えながら進めていくか、まあ、全く確証の持てない実験的なプロジェクトでしたので、我々も地方の中小企業でございますし、まあ、そこまで開発経費というものを捻出するのは難しく、様々な銀行さんや県の補助金なんかも利用しながら現在に至っております。で、2020年には秋田県の、4品種を検証に加えて、またさらに、品種の数を増やして、検証を、始めました。で、2020年の12月には、これは青森県の銘柄の方になりますけど、一応実証実験成功ということで、プレスリリースさせていただいております。はい。で、2020年から、まあ、約コロナを経て約3年経ちましたが、今現状といたしましては、青森県の、4品種、青天の霹靂、まっしぐら、津軽ロマン、秋田小町、この4銘柄に関しましては、一定の成果を確認しております。まあ、もともと目視で検査員が判定しておりましたので、検査員によっても、判定の合格率っていう、判定率っていうのは、かなりばらつきがございますが、まあ、検査員でも 80% 以上は、確実に
銘柄を判定できなければ、もちろん検査員にはなれないんですけども、今のライスタグに関しましては、検査員と同等、もしくは検査員以上の判定率っていうものを叩き出しております。はい。で、今写真見ていただいているのが、実際に検査員がお米を判定するところの写真になります。まさに今、こういった風にテーブルの上に、各生産者のお米がサンプルでずらーっと並びまして、検査員はそれを一つずつ、チェックし、品位、等級をつけながら、このお米の銘柄は確かにまっしぐらです。晴天の霹靂です。みたいに目視で検査していっております。ヘプタゴンさんと、ライスタグを開発していく上で、やはり我々は AI だったりとか、開発内部に関するこう専門的な知識っていうものが全くゼロでありましたので、そこら辺はヘプタゴンさん、橘さんはじめエンジニアの方にはかなり優しく、教えていただきながら、開発を進められているんではないかと思っております。で、検査員のスキルだったりとか、まあ、どういうポイントを見て、判別しているのかっていうところをですね、共にエンジニアの方々と、お米の粒を見ながら、どういうポイントを落とし込んでいけるのかっていうところをかなり時間かけて、慎重にやっているなという認識でございます。まあ、その甲斐あって、ヘプタゴンさんのエンジニアさんももう、検査員と同等のレベルでお米が見れるようになってますので、そこら辺は何かこうスキルを共有し合ってるのかなっていうふうに思って面白いなと思って感じております。はい。まあ、まだビジネスベースで、リリースができていないっていうのも課題ですし、まあこれからどうやって全国の検査員、検査機関にこのアプリを落とし込んでいけるかっていうところも、まあこれからどんどんブラッシュアップしていければいいなと感じております。まずは、我々の、青森県、秋田県、岩手県、この東北、北三県のお米を、バシッと、判定できるようなライスタグアプリを作っていければいいなと感じております。この度は、イベントに、お誘いいただき、このように我々の取り組みについてご紹介、させていただく機会をいただき、誠にありがとうございました。神田さん、ありがとうございました。じゃあここから私の方から、技術的なところでちょっとお話をしていただければと思っております。まず今動画にもあったんですけれども、そもそも課題といたしまして、お米の流通過程において、銘柄の検査というのが行われているんですけれども、まあ、検査をするためには資格が必要というところ、さらに目視で行われているというところで、まあ、非常に負担がかかっている。あと DNA 検査っていうのも実は行われているんですけれども、まあ、効果のため全量検査は難しいので、まあ、ほとんどが目視による検査がっていうのが実態となっております。万が一、不正混入など、ミスが発生してしまうと、産地であったり、農家さんへ大きな打撃となってしまうので、間違えられないっていうふうな負担が大きい、作業となっているそうです。でそこをまあ補助するための、アプリとして、政治メーカーを使って、お米の銘柄判定の AI を作って、スマートフォンアプリを作ったっていうのが、弊社でお手伝いした内容となっております。実際、現状ですと、資格を有した検査員とほぼ同等以上の正解率を AI で判定できております。で、川町ライス様の社内では、すでにご利用いただいている状況でして、今後、他の検査機関であったりだとか、他県の検査機関への普及を目指して、サービスの準備をしているというような段階となっております。で、今回のシステムのアーキテクチャになりますけれども、まあ結構まあシンプルな形となっております。アプリの方はネイティブアプリ、スマートフォンのネイティブアプリを使っておりまして、サーバーサイドはコグニートで認証を行いつつ、アップシンクでロジックのところをやっております。データベースは DynamoDB を使っていますと。で、ロジック回すところはラムダを使っており、政治メーカーのエンドポイントに対して実際お米の画像を投げて推論を行うというような形でやっております。一応すべてサーバレスな構成としていることで、運用コストを最小化というところを目指しております。
どうしても収穫の時期っていうのは1年の中でも限られてしまいますので、なるべく運用コストを下げたいっていう、ご要望がございましたので、まあ、当初から、サーバレスの構成でしていくというところで、設計をしておりました。まず、あとプロジェクトの体制ですね。このような形でチームを組んでおります。川町ライス様の方では、学習データのラベリングを検査員の方々にお手伝いしていただいたりだとか、あと推論した結果のテストであったりだとか、フィードバックっていうところをお願いしております。先ほど動画でご出演いただいた川村さんに PM をしていただいて、数名の検査員の方にもご協力いただきながら、ラベリングやテストを行っております。弊社側の体制といたしましては、ラベリングをしていただいたデータから、モデルを作ったりだとか、推論エンドポイントを作ったりだとかってところを行っております。私が PM を行い、実際担当したエンジニアは、アプリ部分も含めて一人で行っておりますので、まあ、非常に小さなチームで行ったプロジェクトとなっております。実際、学習からモデル作成の流れはこのような形で行っております。最初、弊社の方で、米粒をスマートフォンで撮影して、まあ、S3 アップロードします。で、アップロードされた画像に対して、製紙メーカーのノートブックを使って、画像の変換をしたり、前処理を行い、処理を行った画像を、まあ、S3 で保存して、検査員の方へ送付して、ラベリングを行っていただいております。ラベリング済みのデータ、学習データをもとに、さらに弊社の方で左右反転等を行ってデータ拡張を実施した後に、モデルを作成し、テストを行っております。ある程度、使えるような精度になったタイミングで、推論環境へデプロイというふうな流れで、開発の方が進めておりました。実際、開発期間中に工夫したことをいくつかお話ししていきたいと思います。ハイパーパラメータとの調整というのは、皆さんもやられることだと思いますけれども、工夫した点といたしましては、やっぱり画像の枚数ですね。当初は、1銘柄につき、数十枚、100枚程度からスタートしたんですけれども、やっぱりその量であれば、なかなか精度が出なかったので、枚数を、オリジナルの学習データを増やすというところで、最終的には1銘柄につき、1000枚程度、合計すると数千枚の学習データをもとに、モデルを作っていたりします。あとは左右反転等を行うことでデータ拡張も行っておりました。あと、政治メーカーに関して言いますと、ちょうど開発中に、推論エンドポイントのサーバレスのサービスが出ましたので、乗り換えすることで、より、安価に推論も行えるような環境となりました。また特に画像周りですね、ここは結構四苦八苦をしながらやったんですけれども、一番最初はもちろん撮影した米粒の画像をそのまま使うっていうような形でやっていたんですけれども、なかなかそこだと精度が上がりきらなかったので、画像の加工ということを行っています。日化して白黒で輪郭だけを抽出するような画像にしてみたりだとか、あとは米粒の向きですね、縦向きに合わせるっていうことをしたりだとか、あとどうしてもお米が重ねてしまったりだとか、あと欠けてしまったお米と、あるいはゴミが移ってしまうっていうこともよくありましたので、そういうのを除去するっていうようなロジックを組んでおります。学習時はノートブック上でこの辺の処理をしますし、推論時はラムダの方で Python で処理をするようなことを行っておりました。あと、判定のラベルですね。そこも、工夫をしておりました。最初は4銘柄であれば4つのラベルだけを作るっていうふうな形だったんですけれども、なかなかそれだと精度がこれも上がらなかったので、実際検査員の方々に、実際どういうところに着眼して、お米を判定しているんですかっていうところを、何度もヒアリングさせていただいたところ、実際、右側の画像にあるように、米粒、1回の検査で、数百粒を見るんですけれども、決して一粒ずつ全部の粒を見てるわけではなくて、特徴的なお米があるかどうか、あるいは似てるような、間違いないものと、それっぽいものっていうふうな形で、いくつか、そういう思考のもとに、検査をされているところが判明してきたので、そこを、判定ロジックにも取り入れて、ラベルとして4つだけではなくて、A に間違いないっていうラベルがあれば、A に近いラベルっていうところを、B に間違いない、B に近いラベルっていうところで、ラベルの数を増やすだとかっていうところで工夫をして、開発を進めました。その結果もちろん多数決で判定することができなくなったので、ラベルごとに重み付けをして判定ロジックっていうのを開発していたりします。あとは、これちょっと機械学習と離れてしまうんですけれども、どうしても、スマートフォンの撮影
をベースとしていましたので、まあ、スマートフォンの機種であったりだとか、同じ機種であってもちょっとバージョンが違うとカメラの性能が違ってくるので、そこでも結構、四苦八苦をしました。まあ、右側の画像を見ていただくとわかるかと思うんですけれども、まあ、性能が良くなると、すごい明るく映ってしまうっていうふうな、ことがあるので、そうなると日化したときに、まあ、お米の境界線がわからなくなってしまうっていうふうな問題もあったりだとか、あと、まあ、大きさが、大きく映ってしまったり、ちっちゃく映ってしまうってこともあったりとかしますし、あと後ろの台紙ですね。台紙が、反射しにくい台紙の素材を考えるだとかってところも非常に、大変だったところになります。で最終的には、撮影環境を合わせるために、まあ、スマートフォンだけではなくて、まあ、こういう、まあ、木製の、枠を用意して、この中でお米を撮影するっていうような形の撮影キットを、開発して、撮影環境が一定になるような工夫をしていたりします。最終的には、ちょうど先日ですね、特許も取ることができまして、実際これをさらに他の機関にも、広げていくっていうことを今、検討しているような段階となっております。最後まとめをさせていただきたいと思いますが、まあ、今回のように、カーチョライス様の社内には常設のような、部門では全くなくて、まあ、IT、もちろん AI に関してはほとんど知識、知見がない、組織の方々とのやり取りとなりました。で、まあ、一般的に、まあ、クラウドジャーニーって形で、リフト、シフト、クラウドネイティブって形で、DX、クラウド化をしていくっていうところが、まあ、一般的な、流れとなっているかと思うんですけれども、まあ、特に地方の場合ですと、そもそも、IT が未導入っていう会社様、組織がまだまだ多いかと思います。まあ、今回、川町ライス様もまさにこの、ような組織だったんですけれども、これって決して、ネガティブに捉える必要はないなっていうのを、この案件を通じて、すごい我々も学びました。それは何かというと、まあ、何もできてないからこそ、いきなりクラウドネイティブな形でシステムを提供できる。いきなり今最先端のテクノロジーを入れられるっていうふうな形で、まさにリープフロック的に、地方であれば発展できる可能性があるんではないかなというふうに思っています。これはやっぱり IT 化が進んでこなかった地方ならではの醍醐味で、我々もやっぱりすごい身近な、お米っていう食材を、DX 化する、AI 化するっていうところでは、すごいやりがいのあった案件だなっていうふうに感じております。最後まとめにはなりますけれども、まあ、政治メーカーを使うことによって、まあ、機械学習による環境の準備であったりだとか、学習推論の敷居は大きく下がったなというふうに感じることができました。我々も、先ほどの、本当に我々としては2人のチームで実際実装しておりますし、エンジニアの方ももともと機械学習に決して詳しい、エンジニアはなかったんですけれども、2年ほどかけて、なんとか十分な精度を出すというところまでやれたのは政治メーカーがあったからかなというふうに思っております。やっぱり現場のことを知るっていうところがすごい大事かなと思っています。特に人力での作業を機械学習に任せるような案件の場合だと、やっぱり人がどういうことを考えて、どういう行動をしているかっていうところを分析して、まあ、ロジック化していくっていうところが大事かなっていうふうに考えております。あと、まあ、よく言われることかと思うんですけど、データの前処理ですね。まあ、機械学習の前段のところで、まあ、どういうデータを準備できるかであったりだとか、まあ、最適化できる、データを最適化できるかどうかっていうところで、まあ、精度が大きく変わってくるっていうところも、実際やってみて感じられた部分であります。であと、まあ、地方であれば、やっぱりなんか予算って問題が、川村様のことからもあったように、まあ、予算ってすごい大きな制約になるんですけれども、アーキテクチャを工夫することによって、まあ、低コストでかつ、まあ、スケーラブルな構成っていうところもできる可能性を、感じられた案件かなっていうふうに思っております。はい。じゃあ、私からは以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい。川村様、立花様、非常に、興味深いご発表をどうもありがとうございました。お米の銘柄判定ってすごく難しそうだなっていうふうに思っていたんですけれども、お話を伺って、かなりいろいろな工夫を、繰り返されて制度向上されてるっていうのは、とても、よく理解できました。ありがとうございます。そうですね。はい。ありがとうございます。アマゾン政治メーカーをこう活用されて、モデルも、今回はオリジナルでこう作られたりカスタムされたりされたのでしょうか？そうですね。TensorFlow フレームワーク使ってまして、あと Keras ベースで、画像の処理というところを、モデルの作成というのをやっておりました。ありがとうございます。結構その、なんでしょう、今回、まあ、前処理でしたり、それから、撮影環境も、特に、
今回の話ですと、その、まあ、IT が未導入の地域に、まあ、導入できる形っていうことで、まあ、スマホがあれば基本的にはこう活用ができるというのが、まあ、素晴らしいなと思ったんですけれども、まあ、一方このディープフロック型のこう発展の可能性として、やっぱりこうスマホは使うんだけれども、そこの環境を整えるために、撮影キットを、導入されたりとかっていう工夫もされていたかなと思うんですけれども、今後もそういったこう、撮影環境も含めて各検査員の方々とかに配布されて、きちんと使える環境を導入されていったりするのですかね。そうですね。撮影キット自体も、決して高価なものではなくて、たくさん小さな組織でも、導入していただけるような価格感での、作り込みとかできるようになったので、決して、たくさんの方に使ってもらえるような形で、はい、普及を目指している形にはなっております。なるほど、ありがとうございます。これちなみに検査員の方でも結構ばらつきがあったり、80% 以上とかっていう性能で判定できるかどうかって難しい場合もあるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけれども、結構判定できない場合とかっていうのはあるんですか？そうですね。もちろん判定しないとするのが仕事なので、間違っちゃいけないって仕事にはなるんですけれども、やっぱりどうしても、そのお米一粒ずつで、形ってやっぱりちょっとずつ違うので、すごい迷われるケースっていうのもたくさんあるというふうに聞いております。別にそういう場合に、今回のライスタグを使って、自分のした判定が間違ってないかっていうところをチェックしてもらうっていうのが、まずは第一歩かなというところで、使っていただいているような形となっております。なるほど。じゃあ、プロフェッショナル方の知見と、それから、ライスタグとの合わせ技で、そうですね。精度をより高めていらっしゃるっていう話なんですね。そうですね。ありがとうございます。X の方でもコメントが来ておりますけれども、立花さんの AWS× 地方のモデルって理想なんだよなっていうコメントいただいてますが、まさに、こういった可能性があるっていう、素晴らしい事例をいただいたかなというふうに思います。今回、銘柄をどんどん増やしていくっていう話でしたけれども、今後、モデルをこう、アップデートされたりとか、判定方法を増やされたりとか、何か今後の意気込みも含めて、もしお伝えいただけることがあれば、最後に一言お願いいたします。はい、ありがとうございます。今ちょっと本当に今まさに、北日本ですと収穫の時期ですので、まさに今ちょうどライスタグを使って、収穫作業というのが行われております。でちょうど、この収穫の時期が終わったら、まさにブラッシュアップをして、ぜひ、ビジネス化、他の施設であったりだとか、さらに精度の向上、あるいは、バルティカルサース的な形での展開ができればいいなというふうに考えておりますので、ぜひそれを、テクノロジーを使って地方から、今回であれば食の文化というところを、ぜひ守っていければいいなというふうに思っております。はい。どうもありがとうございます。新たな可能性、私もとても感銘を受けました。今後のご活躍も期待しております。どうもご発表いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。ではですね、皆様、今後の AI サービスの構築の、特にこう地方への展開というところを今回お話しいただきましたけれども、AI サービスの構築の参考にしていただければと思います。で、セッションが終了後ですね、この後、アンケートの QR コードが表示されます。アンケートは2種類ございます。このセッションへのご感想を、いただくものと、それから番組全体への、ご感想をお伺いするものがございます。セッションについてはぜひですね、ご感想をお寄せいただきたく、ご協力をいただけますと幸いです。とても簡単にお答えいただけるものになっております。また、番組全体のアンケートについてもご回答いただけますと幸いです。こちらですね、番組全体へのアンケートをご回答いただけますと、本日の、セッション、資料、ダウンロードページへのリンクをご案内いたしますので、こちらもぜひご案内ください。はい、ということで、改めまして、立花様、河村様、素晴らしいご登壇をどうもありがとうございました。